何これ。アリサがつぶやいた。 YO 小野寺康人、犯人は幽霊だっていうの。落ち着くんだアリサ。僕はアリサの肩をつかんだ。分かったのはおさらぎ機関士も YO という人物に利用されたということだけだ。船を運航するためには最低でも操舵室と機関室のそれぞれに乗務員が必要だから。それよりもしこのビデオを見ておさらぎ機関士がこの船に乗船したのだとしたら。僕は頭上を見上げた。玉木先生が危ない。僕らは医務室に向かって走り出した。医務室に駆けつけた僕たちが見たものは、玉木先生に銃口を向けるおさらぎ機関士の姿であった。やめるんだおさらぎさん。僕が叫ぶとおさらぎ機関士が振り返る。おさらぎ機関士は入り口に立った僕らの姿を見るとチッと舌打ちをした。邪魔が入ったが、せっかくこのままこの女だけ連れ出そうと思っていたのに、玉木先生は突然突きつけられた銃口に訳が分からずガタガタと震えていた。一体どういうこと、どうして私が。この写真の女に見覚えがあるだろう。おさらぎ機関士は胸のポケットから一枚の写真を取り出すと玉木先生に突きつけた。写真を受け取った玉木先生は怪訝な表情で写真を見つめていたが、あ、この人は。そうだ、小野寺百合子。お前が診察拒否して殺した妊婦、俺のたった一人の娘だよ。おさらぎ機関士は冷たい声でそう言った。百合子は俺には過ぎた娘だった。女房と離婚した後も俺が航海から帰るたびに港に会いに来てくれた。あれが結婚して子供ができたと聞いてどれほど喜んだことか。それを誤解だわ。憎しみのこもった目でおさらぎ機関士に睨まれ、玉木先生が叫ぶ。あの時はちょうど非番で。うるさい、言い訳はたくさんだ。しどろもどろの玉木先生の言い訳をおさらぎ機関士は断った。理由は何であれ、あんたが診察を拒否したせいで百合子とお腹の子は死んだんだ。俺は復讐を遂げる。おさらぎ機関士はそう言うと改めて引き金に指をかけた。その時背後で声がした。お兄ちゃんどうしたの。喧騒を聞きつけた検事が部屋に入ってきた。おさらぎ機関士の注意がそれる。一瞬の隙をついて僕はおさらぎ機関士に飛びかかった。たちまち激しい揉み合いとなる。おさらぎ機関士は信じられないほど力が強かったが、機敏さでは少しだけ僕の方が上回った。僕はライフルをおさらぎ機関士から取り上げた。こんなことをしたって娘さんが生き返るわけじゃない。犯人に踊らされているのがわからないんですか。だがおさらぎ機関士は獲物を狙う狼のように身構えている。少しでも隙を見せたら飛びかかってくるに違いない。ベッドから起き上がったリナが口を開いた。私からもお願いします、玉木先生を傷つけるのはやめてください。リナはそう言うと僕とおさらぎ機関士の間に入った。娘さんの事件のことは正直私には分かりません。でも少なくともこの船の中では病人や怪我人の手当てを進んでしてくださいました。ミスミス先生が殺されるのを見ているわけにはいきません。リナの言葉に毒気を抜かれたのか、おさらぎ機関士はがっくりと膝を折った。おさらぎ機関士の目から殺意が消え、張り詰めていた空気が溶けた。ほっと安堵のため息をつく僕にアリサが質問した。ねえ、さっきタカシはおさらぎさんが犯人に踊らされてるって言ったけど、犯人って誰なの。もちろんおさらぎさんにビデオを送った男、 YO だよ。僕がそう答えるとアリサは呆れたように言った。そんなことわかってるわ。私が聞きたいのは YO の正体よ。アリサの目がもったいぶるなと言っている。僕はゆっくりと口を開く。この事件の真犯人、YO の正体は三崎航海士だよ。僕がそう言うと皆一斉に狐につままれたような顔をした。何言ってるのよ高志、三崎さんなら YM じゃない、 YO じゃないわ。アリサが呆れたようにそう言った。ああ確かに、でもこの事件の真犯人は彼しかありえないんだ。僕は説明を始めた。副島さんの寝室に仕掛けられた罠やおさらぎさんにビデオを送りつけたことからも、犯人はこの船を復讐の舞台として用意していたことがわかる。つまり犯人はダイナスティを爆破した後、復讐すべき人間たちをここへ連れてくる必要があったんだ。でもアリサが反論する。あの騒動の中決まった誰かを探し出すなんてとても無理よ、不可能だわ。確かにあのパニックの最中に復讐すべき相手を全て探し出すのは不可能だろう。だが方法はあったのだ。そこで犯人はこれを使った。
僕はポケットから6番のボート札を取り出した。非常時に乗船する救命ボートの番号札だよ。博士も副島社長も日下部も同じ6番のボート札だった。玉木先生はどうですか？私も6番だわ。玉木先生は自分のボート札を確認し、そう答えた。博士や日下部さんの連れだった僕たちやリナも当然6番のボート札を持っていた。この船に乗った乗客の中で6番のボート札を持っていなかったのは日下部さんを追って6番のボートに飛び乗った鬼塚さんただ一人。つまり鬼塚さんだけがパンドーラにとっては招かれざる客だったってわけです。あ、説明を聞いていたアリサが小さな叫び声を上げた。どうやら謎が解けたようだ。そう考えると犯人は復讐すべき相手に同じ救命ボートに乗るように事前に手を打っていたということになる。そしてそれができたのはダイナスティの船員である美咲さんしか考えられない。ご名答。突然背後でパチパチと手を叩く音がした。振り返るとそこには薄笑いを浮かべた美咲航海士が立っていた。美咲陽平さん、やはりあなたが YO だったんですね。全員の視線が一斉に美咲航海士に向けられる。美咲航海士の顔をじっと見ていたアリサはハッとした顔で叫んだ。ビデオテープで小野寺康人を見たとき、どこかで見た顔だと思ったけど、美咲さん、あなたに似ていたんだわ。そう、俺の本名は小野寺陽平。小野寺康人の弟さ。美咲航海士、いや、小野寺陽平はそう告白すると全ての真実を語り始めた。俺たち兄弟は幼い頃に両親を亡くし、それぞれ別の親戚の家に引き取られて育った。俺の名字が美咲なのも戸籍上その親戚の養子に入っているからだ。だが引き取られた親戚の家で俺たちはいつも邪魔者だった。中学を卒業すると同時に親戚の家を出た兄さんは自分は進学を諦め、働いた金で俺を商船大学まで出してくれたんだ。そう言うと小野寺は遠い過去に思いを馳せるかのようにわずかに天を仰いだ。早くに両親を亡くした俺にとって兄さんは父でもあり、たった一人の家族だった。ようやく学校を卒業し、これからじゃんじゃん稼いで兄さんに恩返ししようとしていた時、兄さんは死んだ。当時乗船中だった俺はその知らせを兄の死から2週間後船の上で聞かされた。そして一番最初に着いた港で俺は一通の手紙を受け取ったんだ。手紙？僕は思わず聞き返した。ああ、それは恐ろしい真実を語っていたんだ。小野寺の目が鈍く光った。傭兵、俺はパンドーラの箱を開けてしまった。手紙はそう始まっていた。小野寺は手紙に書かれていた内容について語った。手紙にはダイナスティが密輸船であること、そして勇気を奮い起こして新聞社に告発したが、それはもみ消され、あろうことか日下部にその事実がバレてしまったことが書かれていた。日下部に命を狙われていると気づいた兄さんは、もしもの時にはお姉さんと生まれてくる子供を頼むと俺に知らせてよこしたんだ。なんてこった。話を聞いていたおさらぎ機関士はうめくようにつぶやいた。小野寺はちらりとそちらに視線を移すと話を続けた。日本に着くと俺は兄さんが何者かにひき逃げされたことを知った。そしてそのショックで早産したお姉さんが診察拒否に遭い、母子ともども死んでしまったことも。結局兄を殺した犯人は捕まらず、俺は全ての希望を失い日本を出た。ところがだ、2ヶ月後俺は渡航先の港で他のクルーに日下部に頼まれ兄さんを殺したと自慢している船員上島を見つけた。見つからないはずだよ。上島は兄を車で引き殺すとそのまま車ごとフェリーで海外へ脱出していたんだからな。その日俺は復讐を誓った。法がマスコミが彼らを裁かないというなら俺が裁いてやる。兄を殺した人々、兄の死の元凶となったダイナスティ、そしてあの悪魔の船を作った人間すべてを葬り去ってやるとね。小野寺はぎらりと目を向いた。ひどいわ。アリサが叫んだ。おじいちゃんは何にも知らなかったのに。ケンジも叫ぶ。そうだよ、ダイナスティには関係のない人だってたくさん乗ってたんだ。それなのにひどいよ。だが小野寺はそんな二人に冷たい視線を向けた。俺から見ればダイナスティの製造に手を貸したというだけで十分に復讐に値することさ。知らなかったで済まされることじゃない。乗客にしても同じことだ。
もともとダイナスティの客はそのほとんどが暇を持て余した金持ちだ。草壁はそいつらにも密輸の話を持ちかけ甘い汁を吸おうとしていたんだ。後悔なんてしてないね。僕は小野寺に尋ねた。でもそれなら船を爆破した時にどうしてそのまま見殺しにしなかったんです。ボートに救助し部隊を変えてもう一度殺すなんて、なぜそんな回りくどい真似を。そのまま見殺しにか。くそれこそ素人考えだよ。小野寺は笑った。あんたらは海難事故の救命率が意外と高いことを知らないんだ。たとえ俺が奴らを見捨てても他のボートに拾われてしまうかもしれないし、ライフジャケット一つで助かった例もある。それに俺はあいつらに死の恐怖を十分に味わった上で死んでもらいたかった。殺された兄のためにもね。小野寺は話を続けた。復讐の舞台として俺は兄が作ったこの配線を用意し、上島を破格の報酬で航海士として雇った。案の定あいつは食いついてきたよ。殺されるとも知らずにね。もう一人、船を動かすには機関士が必要だ。俺はお姉さんの父親が機関士だったことを思い出した。みんなの視線がおさらぎ機関士に集まる。おさらぎ機関士は唖然とした顔で小野寺を見つめた。結婚式には出席していなかったが、娘を見殺しにした医者に復讐するチャンスとなれば必ず乗船するに違いない。そう思った俺はおさらぎさんにビデオを送った。案の定おさらぎさんは船に乗り込んだ。出航の準備が整うと俺はバーの女を使って毒入りの酒を上島に渡した。港を出ればどうせ自動操舵にするのは分かっていたし心配はなかった。あとはダイナスティを爆破し救命ボートを船の航路上に運ぶだけという寸法さ。小野寺はそう言うと低く笑った。俺は手はず通り上島、副島、早見博士と順番に殺していった。草壁を一番最後にしたのは追われる恐怖を味わってもらうためだ。そして最後は冷酷な殺人鬼としてこの手で射殺してやるつもりだった。そしてシナリオ通り俺はそれを実行した。鬼塚さんを殴ったのはなぜなんです？僕がそう尋ねると初めて小野寺の顔が曇った。あれだけはこっちのミスだ。無線室から出てくるところを偶然見られてしまってね。とっさに殴り倒してしまったんだ。彼には悪いことをしたよ。兄の手紙を信じ草壁を追っていてくれたのに。小野寺はそう答えると僕らを見つめた。君たちにも悪いことをしたと思ってる。たまたま彼らの連れだというだけでこんなところまで付き合わせてしまったんだからな。小野寺はポケットに手を入れると一本の鍵を取り出し僕に投げて起こした。無線室の鍵だ。船は減速しておいた。もう少しで港が見えてくるはずだから、そうしたら救助を呼ぶといい。すぐに来てくれるはずだ。そう言い残し小野寺は部屋から出て行った。待ってください。どこへ行くつもりですか？僕らは慌てて後を追った。デッキに出るとすでに日は落ち、波間には夜行中の光が漂い始めていた。辺りを見回すと僕は船尾に立っている小野寺の姿を見つけた。小野寺さん。振り返った小野寺の顔を見た瞬間、僕は直感した。小野寺は死ぬつもりなのだ。今からでも遅くはありません。罪を償い真実を告げてください。お兄さんはあなたに復讐してほしくて真実を伝えたんじゃない。あなたがいつかきっと真実を証明してくれると、そう信じて手紙を出したんだ。お兄さんはあなたに希望を託したんです。パンドーラの箱に残された希望を。その言葉にピクリと小野寺の肩が揺れる。しかしもう遅いんだ。航海に出た時から生き返せないことは分かっていた。兄が開けてしまったパンドーラの箱は俺やお姉さん、そしておさらぎさんにも厄災をもたらした。そして俺は復讐のためとはいえ新たなパンドーラの箱を開けてしまった。全てが終わった今、残されたものは死だけさ。小野寺はふっと微笑むと後ずさり、背後の手すりに手をかけた。希望は君たちが引き継いでくれ。そして全ての真実を明らかに。そう言うと小野寺の体は大きく後ろに傾いた。あ、小野寺さん。次の瞬間、小野寺の体はまるでスローモーションのように夜行中の輝く海へ消えていった。小野寺の姿は暗い海に飲み込まれたまま二度と浮かび上がっては来なかった。ただ船にいたオウムが小野寺が消えた海に向かって飛んでいった。クエ、兄さん、兄さん。オウムはそう泣きながらいつまでも海上を旋回していた。あのオウム、船長さんのペットじゃなくて美咲さん、
うん、小野寺さんが飼っていたんじゃないかしら。ああ、そうかもしれないな。やがてオウムの姿も闇の中に消えた。僕らは船内に戻ると、小野寺さんに渡された鍵で無線室の扉を開け、救助を呼んだ。それじゃあ俺は機関室に戻るよ。ま、待って。無線室から出て行こうとしたおさらぎ機関士を玉木先生が呼び止めた。私、あなたに謝らなければならないことが。もういい。おさらぎ機関士は背を向けたまま玉木先生の言葉を遮った。たとえあんたを殺したところでゆり子が生き返るわけじゃない。そのことに早く気づくべきだった。全てを拒絶するかのようなその背中は小刻みに震えていた。おさらぎ機関士はそのまま振り返りもせず無線室から出ていった。無線室を出ると玉木先生は鬼塚さんの様子を見るために船室に戻っていった。リナとケンジも後に続く。救助が来るかもしれないから僕はデッキに出ているよ。アリサはどうする？僕がそう尋ねるとアリサも私も一緒に行くと答えた。デッキには僕とアリサの二人だけであった。漆黒の海に夜光虫がきらめき、一筋の長い光跡を残していた。キラキラ光る光の帯を見つめながらアリサがつぶやく。復讐のためとはいえ、こんな道しかなかったのかしら。アリサの瞳に再び涙があふれる。すべての謎は解けたとはいえ、アリサもまた大切な人を失ってしまった。僕は慰める言葉もなく、そっとアリサの肩を抱いた。やがて遠くの空からヘリコプターのプロペラ音が聞こえてきた。救助が来たのだ。その時背後のドアが開き、ケンジが飛び出してきた。お姉ちゃん、鬼塚さんの意識が戻ったよ。僕とアリサは顔を見合わせた。よかった。一人でも多く生還できたことが今は心から嬉しかった。僕らはデッキの上からヘリコプターに向かって手を振った。